さんこんにちは、こんばんは。今回はトレヒンと購入品があるので、そちらの紹介をしていきたいと思います。で、結構最近トレヒンとか購入品届いてて、かなり量があるので、今回は乃木坂と日向坂に分けて動画を撮りたいと思います。で、今回は乃木坂の紹介をしていきます。はい、まず購入品はね、一つなんですけど、よいしょ、段ボールの補強と袋ありがとうございます。はい、コンプをね、購入したんですけど、はい、ミリアのムームーのコンプになります。ミリアをね、メルカリで写真買うことあんまりないんですけど、安かったのと、ムームーはね、結構出回り少なくてなかなか見つけられなかったので買っちゃいましたね。はい、こちらね、中だけ持ってるので中は提供できます。ムームーは一応ランジェも入ってくる予定あるので、一応何にでも提供できます。できれば2017年のミリアの味噌汁とかに変えていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます。では続いてからがトレヒンですね。はい、保湿ケースと袋ありがとうございます。はい、2枚トレしていただいたんですけど、はい、まずエースバースデーライブ衣装2番のミリアの寄りになります。とミリアは中引き入ってくる予定ないのでかなり熱望しています。はい、で続いてがランジェの引きになります。ランジェは、ちょっと持ってくるの忘れちゃったんですけど、確か中央字引きしていて、で、よりも入ってくると思うので、はい、一応コンピューティーになります。バスライショーの方はミリアだけ入ってくる予定がないので、ミリア結構希望してます。はい、ありがとうございます。では続いてですね、個室ケースと袋ありがとうございます。はい、この方も2枚ですね。まずジュンナの、エースバースデーライブ衣装2番の中になります。この後引きが出てくるので、残りよりをちょっと身内にあげたいので、はい、希望してます。はい、で続いてが真夏の引きですね。はい、真夏もこの後より中出てくるので、はい、コンピ予定です。はい、ありがとうございました。では続いての方ですね、個室ケースと袋ありがとうございます。この方もね、2枚取りしていただいたんですけど、はい、真夏のより中ですね。はい、先ほど引きが出てきたと思うんですけど、はい、これでコンプになりました。今回ね、真夏がすんなりコンプできてすごい嬉しかったですね。まだバスライショーはあまり結構あるかな、後で紹介しようかな。はい、では続いて、袋と個室ケースありがとうございます。はい、いつものおなじみの方ですね。今回も取りしてもらいました。はい、本日も取りありがとうございます。またよろしくお願いします。ということで、はい、こちらこそありがとうございます。と2枚取りしていただいて、とまずバスライショー2番のジュンナの引きですね。はい、こちらは、はい、中持ってたので残りより希望してます。最近のこのジュンナの髪型めちゃめちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いはい、で続いてがとミリアのサテンワンピの寄りになります。はい、ミリアは引きを持ってるので、残り中かな、多分入ってくる予定なかったと思うので、はい、希望してます。でとバスライショーなんですけど、ちょっと待ってくださいね。あとあのカシュクールのトレも全然進んでなくて、まだね、何にもトレ案が決まってない状態で、なのでカシュクール良ければトレしていただけると嬉しいです。あとあまりに全然なかったんですけど、レイレイのより、まゆちゃんの中、まいやんの引き、かずみんの引き、はずきの引き、あやめちゃんの引きで、あとあやめちゃん中も入ってくる予定ありますね。なので、まあ、最優先はミリアの中引きなんですけど、あとはなんか過去物の味噌汁に変えていただけるとありがたいです。はい、こちらすべて提供できます。はい、では続いての方ですね。はい、個室ケースと袋ありがとうございます。この方も2枚ですね。いつもお世話になってる方に今回もね、ランジェの過去物を引かせてもらったんですけど、はい、まず2019年ラッキーバッグの中になります。これね、本当に希望してて、はい、これでコンプになりました。ありがとうございます。2019年のランジェの味噌汁がもうあと10枚もないので、本当に結構優先的に希望してるので、あのもしお持ちの方いれば提供お願いします。はい、で続いてが2015年ジャニアリーの引きですね。なんかのライブの衣装なのかなって思うんですけど、はい、こちらより中持っていたので、これでコンプになりました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね、過去ものコンプできて。はい、ありがとうございました。では続いての方でラストですね。はい、袋と段ボールの補給ありがとうございます。結構枚数たくさん取りしてもらいました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚ですね。ありがとうございます。はい、結構なんか提供の寄るところとかも取りしてもらえて、すごいありがたかったですね。はい、まずスペシャル衣装25のジュンナの中になります。はい、こちらは渡しちゃうので提供できないです。
はい、で続いてがミリアのスペシャル衣装25の引きになります。ミリアは、はい、より持ってるので中規模してます。ミリアね、あのサテンワンピもらっているも25も全部セミコン止まりなので、はい、かなり希望しています。はい、で続いてがドランジェのスペシャル衣装24の引きになります。はい、これはね、どうしよう買ってないので嬉しかったですね。残りより中希望しています。はい、で続いてがさやちゃんの2019年浴衣衣装の中ですね。でこれは今腰コンププラス引きで持ってて、で中だけ欲しかったので引かせてもらいました。はい、ありがとうございます。なので腰コンプと引きは提供できますね。はい、で続いてがレノちゃんのスペシャル衣装25の寄りになります。レノちゃんは特に寄るわけではなかったと、ちょっと待ってくださいね。そうですね、寄るわけではなかったんですけど、結構レート合わせで私レノちゃん引きがちなので、はい、引かせてもらいました。めっちゃ写り可愛いですね。はい、こちらは提供できます。はい、で続いてがマーヤのタートルネックの中かな。ちょっとマーヤ同士で寄るところをね、取りしてもらえてありがたかったんですけど、はい、こちらは寄り引き持っていたので、はい、こちらでコンプになりました。ありがとうございます。こちらは一応コンプで提供できます。はい、で続いてがセイラちゃんの夜明け封入のタイプ D ですね。これは渡しちゃうと思うので、はい、提供できないです。はい、で続いてがリリアの真夏の全国ツアー2019年東京 T シャツの寄りになります。はい、こちらは引きを持ってたので寄り引きのセミコンになりました。ゆるく中規模をしています。あんまり、ね、私リリアの生写真最近引かなくて、すごい久しぶりに入ってきたなっていう感じですね。はい、で続いてがモモコのニットカーデかなの中ですね。はい、こちらはより持ってたのでゆるく引きを希望しています。はい、ありがとうございます。で続いてがユナちゃんのエースアニバーサリーの中ですね。はい、こちらより引きで持っていたのでこれでコンプになりました。ありがとうございます。はい、でラストがモモコの滑走路の、中ですね。はい、こちらも結構希望してて、より引き持っていたのでこちらでコンプになりましたね。結構このよりの写りがすごい好きで、コンプにできたらいいなと思ってたので、はい、嬉しいですね。こちらも一応提供できることにはできるんですけど、はい、聞いてみてください。はい、こんな感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ウェブの、ね、生写真の撮りが全然進んでないので、よければ撮りしていただけると嬉しいです。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。